SP の人とか警備の人のミスだよねとかの警備の人たちけしからんよねみたいなことを普通に安全なところにいてそのなんか Twitter とかで書いてるような人たちが割といっぱいいらっしゃるのを見てなんかどうかなと思ったんですよね。まずあのだいたいそのここが間違ってるよねってあの安全なところから言う人のよくあるパターンが。 犯人が1人で持ってるのは銃である銃のようなものであるっていうのが分かっった状態ででの対処法を言ってるんですよ。だから1人なんだからみんなで囲んで押さえればいいじゃんっていやいやあの状態で1人ってなぜ分かったのじゃあ、その最初に音が鳴りました。であの音ってその、まあ、日本の人って銃の音聞いたことがない人だと思うんですけどあの音って銃声の音とは違う音なんですよ。 例えばじゃあ、えー、と44マグナムって言われるあの、まあ、デザートイーグルとか,あのなんかクリーンストイー,ーストウッドが打ってるような割と有名な口径の,のでかい銃があるんですよ。要はその銃の弾自体がでかいのであのまあそのマグナムって言われててそれ威力高いよねっていうのなんですけどじゃあそれの光景何センチかっていうと1センチぐらいなんですよ。だ大体いい僕の指の人差し指分ぐらい。 では人差し指ピピンぐらいの,その筒に弾が入ってその出る時の音っていうのがあの威力がでかい銃だよねっていうので言われててでそれの音っていうのも乾いいたパンっていう音なんで要はその1センチの筒をそのあの押,され押し出されてその火薬とかで押し出されて音が出るすごく乾いた小さい音なんですよ。 なのでその音を聞いたんだったら確かに SP の人も十だよねって気づいたかもしれないんですけどあの音ってどちらかというとブンってていうあの太くてでかい音なんでですよねであのその太くてでかい音に近い音で日本で聞いたことがある音ってあの車のバックファイヤーの音が近いんですよ。 昔のあのマニュアルの車とかであのそのエンジンかけてその回そうとするとあの後ろの排気管のところからその逆風してあの火が出てボンって音がすることがあるんですよねバックファイアーっていう。であの音の方が近いんですよ。まずそもそもあんなにでっかい音した時に、まあ、バズーカかなって思う可能性もあるんですけど、まあ、そもそもバズーカの音聞いたことある人いないよねと。で銃かなって音でもないんですよ。 で、さらに、じゃあ、あの白煙が当たった、上がってるから銃だって気づくみたいなこと書いてるしかないですけど、あの、普通の銃はあんな白煙上がりません。<laughs> あの、銃って普通に薬莢っていうのがあって、その中で火薬が爆発して、あんな煙もくもく出ないんですよ。なので、あれがじゃ音聞いた時点で、まず銃ではないよねと。まあそう、あの、モンゴルの人たちが昔あの、 福岡を攻める時に使ってた鉄ハウの方が多分状況近いと思うんですけどでそのまあそのでっかい音が鳴ってでらに白煙が上がってるっていう時点でその何かか電子機器が爆発したののななっていいうのに近い白煙なんですよねあの携帯電話とかたまに爆発することあるんですけどでああいう時に割とあ,のああいう白煙が上がったりするんですよね。なのであれを見て銃だなって思う方がまず少ないんですよ。 でさらにそのなんか銃だって分かったんだから一発目は仕方ないけど二発目がなる前にその安倍元首相を倒して安全を確保するべきだみたいなことをネット上で書いてる人ってちょこちょこいるんですけどあれ現場では間違いなんですよ。まず日本の場合って銃で撃たれることってのはほぼありませんスナイパーで撃たれることはほぼありませんで日本で一番襲われるパターンで多いのは刃物で近づいてくるパターンなんですよ。 なので要人敬語の場合にまずその。 さものを持って近づいてくる奴をどう避けなきゃいけないかっていうので、周りを見て安全を確保風図なんですけど、じゃあ、どこから攻めてくるかわからない時に、安倍首相を倒しましたって、多分安倍首相動けないじゃないですか。したら、そのまま後ろから防寒が来て、わ倒れてる安倍首相を刺そうぜ、バシバシって刺したら、それが終わっちゃうんですよ。なので、その、まず相手の防寒が何人いるかわからない、武器がわからないっていう状態で、その、倒すのが正解であるって言ってんのって、その、 今僕らが見たらその映像とか見てあ一1人だよね銃だよねじゃあ倒したら助けられたかもしれないよねっていうその完全に結果論の話をしててそもそも論通常人が襲ってくるんだったらハムだよねであそこはガードレールがあったからいきなり攻めてくることはないよねっていう状態でその安倍首相を倒すというのではないと。で仮にじゃあナイフを持って突っ込んでくるやつがいるとしたら要はその後ろで音を出すっていうのがそのなんかその気を引くためのその,あのなんかあの作戦の一つとして。 で,で他にナイフ持ってくるやつが突っ込んでくる,るとしたら人数が多い方正面を見るのも当然なんですよ。で襲ってくるやつに合わせて安倍首相をどこかに避難させる要はその3人とか4人とかで襲ってきた場合にそいつらと反対側も逃げた方がいいよねとでそこの間に SP とか警護の人入った方がいいよねっていうのがあるので安倍首相が動けるようにするが正解なんですよ。 一発目で撃たれてて安倍首相が動けないみたいな状況って基本想定されてないんですよね。で一発目と当たってないっぽいリアクションだったしね。っていうのもあるので、その、なんか俺だったらすごいできるぜっていうのを元 SP の人とか言うのであれば、ああ、そうかもしれないねって話なんですけど、その SP の経験もないようなやつが、なんか SP 消しからんとか、敬語は消しからんとか、いやいや、お前ら何言ってんだよっていうの、その、 ネット上で酒飲みながらベラベラ喋るような、まあ、娯楽でやるなら別にいいと思うんですよ。僕は今娯楽でやってますけど。ただその結局その警護の人とかその SP の人ってあの命を懸けて働いてるんですよ。でそのナイフで刺してくるようなやつがいたらその人と要人の間に入ってあの自分が刺されるっていう訓練を受けてるしでじゃあその前回の,じゃあその銃持ってるやつに立ち向かってるんですよ。でどうやらその3発撃てる銃だったらしいんですよね。 なので一発弾あるんですよだから取り押さえに行っっったた人てて間違ってたら死んでるんででるすよその犯人の人がその2発って3発目を撃たなかったからその取り押さえに行った人で取り押さられてるんですけどもう一発撃ってたら取り押さえに行った人って死んでるんですよ。なのでそのなんか現場でその命をかけて体張った人に対してお前らのせいだとかお前らが手抜いたからだとかってそのなんでそんなことおっしゃるの っていうのが、僕はすごい気になるんですよね。安月給だよねって、別にその対して給料もらえるわけじゃないからね。その奈良の県警の人とかだと、せいぜい五千円とか、そういう手当てぐらいしか出ないと思うんですよね。で、それで命をかけてるんですよ。あの人たちは職業だから、例えば消防士とかって、あの下手すると死ぬ職業なんですよね。で、なんでその体張った職業の人たちが。 間違った行為もしてたりも変わらず、やったこともねえやつが、そのなんか茶の間で、もうあいつら間違ってるよとか、あいつらのせいで安倍首相死んだよって、いや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 、お前ら何なのっていうのを、本来これ僕の役目じゃないと思うんですよ。どちらかというと、僕その IT 系で、あの、座りながら金を稼いでる側で、そのなんか体張って稼がなきゃいけないとかって無能だよねって言ってる側のキャラじゃないですか。 なんかあの別に机に座ってキーボード捉いただけでお金儲かってるから全然楽勝っすよってなんか現場仕事とかってしない方が人生楽なんじゃないですかっていう側の人のはずなんですよ僕どちらかというと。でもなんかその僕がそのなんかそっち側を言わないでなんか現場の人をちゃんと尊重しましょうよって言わなきゃいけないってちょっと社会どうかと思うんですよ。その今回の犯人って自分捕まる気満々で言ったから逃げもしなかったんですけど。 割と犯罪を犯す場合って逃走ルートをどう作るかって話になるんですけどあの爆弾って結構調べると爆弾の材料って市販のものだけでも作れるんですよ。で昔そのボストンマラソンがあった時に圧力鍋を使った爆弾っていうのをでテロをやった人がいるんですけどあれも基本市販されているものである程度作ったんですよ。 で、ちょっと次元装置にもなったりするので、で、あれ、探すと、こういう感じの爆弾だよって、英語圏では普通に手に入る情報なんですよね。なので、ああいうのを真似したりとか、まあ、日本の,その昔の,あのなんか、連合赤軍的な人たちが作ってた、なんか鉄パイプ爆弾とか、もう一応作り方とかあるんですよ。で、まあ、3D プリンターで銃の作り方とかもあると思うんですけど、でそれにタイマー的なものをつけてやるとかってやると、実際じゃあ、犯人誰なのって分からないでやることもできるんですよね。 で、その銃でやった場合って、まあ失敗した場合捕まって終わりなんですけど、じゃあその次元的な爆弾でやりましたっていう時って、その犯人すぐに見つかんないから何回か失敗できるんですよ。昔上智大学とかでも毒ガスを置いたみたいなのもありますけど、今までその無敵の人系の事件っていうので、その小田急線でなんかナイフ振り回した人とか。 あ京王線でもなんかあの毒ガス的なものを出そうとした人とかいろいろいるんですけど基本的にはそのナイフだったりガソリンだったりっていうのでそ,のそんなにあの準備に時間かけてないのである程度その犯罪としては、まあ、その目の前にいるからこの人犯人だよねって分かったっていうパターンなんですけど今回の,その容疑者って準備に結構時間をかけてちゃんと武器を作ってるんですよね。っていう感じで割とそう進化してるのでそのテロ的なことをやる人って次は多分進化した形で武器を作ってくると思うんですよ。 でそうすると、そのリモートで爆弾でやるとか、そのまあ次元爆弾でやるとかっていう方がまあ楽だし、バレても捕まらない可能性あるよねっていうのもあったりするっていうのもあったりするので、なかなかそのなんか、日本のセキュリティを厳しくすればなんとかなるよねみたいな頭の悪いことを言ってるコメンテーターの鬼さんもいるんですけど、 なんかたまたまあのニュースで見てたらなんか包丁を買うときにもなんか個人認証をするべきだとかっていうなんかあの役者役者だと思うんですよねあの人あのおじさんがなんかあのしょうもないことを言ったりするんですけどでもそれがテレビで流れたりするじゃないですかじゃあ包丁を買ってその個人認証してどうすんの <laughs> その、今回の犯人って捕まってもいい、逮捕されていいと思って行ったわけじゃないですか。で個人認証を買って、包丁、その個人認証して、包丁を買いました。で、じゃあ、誰かを刺しました。捕まりました。それ、個人認証してても刺せるじゃん。なんで、あの、その本気で何かをやろうとする人って、その、個人認証してもしょうがないんですよ。で、今回みたいに、じゃあ、その自分で銃作りましたってなったら、包丁を買うのが大変になったわけで、何も防げてないんですよ。 でなんかそう何も考えてない頭の悪い奴がなんかコメンテーターみたいな役割でメディアでなんかどうでもいいこと喋るっていうのがでメディアで喋ってるのがなんかあたかもその正しい意見のように受け取るバカもいるんですよね見る側にはなんかどうかなと思うんですよねだから昨日もそのアベマプライムで出てる時にその 要は、SP の人たちが防げたんじゃないかみたいなことを、あの、新聞社の OB の人が言ってたんですよ。いやいや、お前ターの新聞社の記者じゃねえかよって。<laughs> なんでそんな偉そうにその SP の仕事に文句言えんのみたいな。 でまあ、その千葉県元千葉県警の人とかもいて、まあ、そのいろいろ言ってたんですけどなのでそのなんか素人がその言ってでそのなんか専門家的な役割でメディアに出てるとこの人って正しい知識を持ってるのかなみたいなので誤解をする人がいるんですけどそのたかが政治記者が SP の仕事がどうとかじゃあ銃器の音がどうなのかとかじゃあ人は銃とか判断どうやって判断するのかみたいな知識ないのになんか適当に防げるみたいなことを言っちゃったりするわけですよ。でじゃあ仮にその今回 の犯人が銃が防げたとして周りのビルとかその窓とかも開きまくってるからいくらでも上から爆弾でもガスでも投げるとかできるわけですよなんでその犯罪を防げるはずであるみたいなのってもう単純に結果んでなんかそういう人たちがそのなんか犯罪を防げるみたいなこと言っちゃうとじゃあ警察とか sp が努力をしなかったせいで安倍首相が亡くなったよねっていう誤解をする人が増えちゃうんですよ なのでそうなんか知識のない人がこうなんか適当な思いを言ってそれが事実感のように広まるっていうのはあんまりよくないと思うんですよね。